一塁側星稜、三塁側済美です。先攻は星稜、後攻は済美となっています。さあマウンドに上がりました注目、愛媛大会から一人で投げてきた山口直也です。初戦は4失点しましたが非常に粘り強いピッチングでした。背番号1エースの奥川がマウンドに上がっています。初戦で150キロを計測しました。まあ、今日本人の話ではスライダーを修正したいという話をしていました。初回は4失点、まあ、ストレートも走らなかったし変化球の制球もうまくいかなかったという話をしていました。1回の表星稜はワンアウトランナー一塁二塁、4番の南保、初戦はヒットがなかったこの南保が今日は最初の打席でタイムリーを打ちました。1対0で先制します。なおも一塁三塁から5番の竹谷、低めのボールをしっかりと捉えました。右中間を破って2人が帰って3対0リードを広げます。その後も得点を重ねて初回5点を先制、石川の星稜。1回の裏愛媛の済美、星稜は先発は奥川、1番の矢野はライトフライ、ショート中井、2番の中井はショートゴロ、3番の足谷はショートゴロ。抜群の立ち上がり見せましたね。はい、素晴らしいピッチングでしたね。リードは6対0とし、星稜がリードを広げて3回の裏再び、まずはラストバッターの正義がツーベースヒットでこれが初ヒット、失礼します。ツーアウトランナー三塁となって2番の中井、詰まりながら持ってきました。これで6対1と1点返します。そして5回の裏マウンドはエースの奥川から佐藤に代わって、ランナーはツーアウトランナー一塁から2番の中井がショートゴロ。5回終わって7対1、からマウンドには竹谷が上がります。そしてライトには山本が入っている石川の星稜です。あっと頭に当たりました。さあそしてトップバッターに戻って1番の矢野、強い当たり弾いている、一塁はセーフ、ノーアウトランナー一塁二塁、愛媛の済美8回の裏反撃。さあノーアウト一塁二塁、8回の裏三遊間、あっと抜けた抜けた、二塁ランナーは帰ってくる、1点返しました。7対2、なおもノーアウトランナーが一塁二塁。さあ今日三塁側のアルプスも徐々に盛り上がってきました。強い当たり取っています、ファインプレー、レフトの庄司、ちょっとね流れが変わりそうな場面でしたがね、大きなプレーだったと思います。流れを止めるプレー、浮いた、二塁ランナーは回す、さらに1点追加、7対3。なおもランナー一塁二塁で5番の伊藤、今のボールでしょ、チェンジアップでしょうか、少しボールが沈んできました。どちらにするこのね、竹谷君変化球狙いでね、こう済美のバッターがね待ってるような感じがするんですよ。あ、そうですか。さあただここは追い込まれました。ストレート叩いた、落ちます、止めた止めた止めた、ワンアウト満塁。そして今日はこの後6番の山口直也、そして7番の山田にも引っ張ります。あっと当たった、デッドボール押し出し、ただピッチャーの山口直也が足に受けました。ただこれで1点返して7対4、これで分からなくなりましたね。どうでしょう、あとピッチャーの山口直也が打球を受けました。そして石川の星稜はピッチャー5人目のピッチャーをマウンドに送ります。1年生のこの寺西にマウンドを託されました。済美も1年生の山田、右のバッターボックス、あ初球から振っていきます。思い切りのいいスイングしますね。ランナーは3人、
今日再三いい守備、そしてセンター前ヒットもありました。打ち上げた、インフィールドフライが宣告されます。ツーアウト満塁、ストレートで押し切りました。8番の武田、3ボール2ストライク。さあこれでランナーは自動的にスタートを切ります。ですからこれワイヤーの間を抜くようなことがありますと一気に一塁ランナーも帰ってくるというシチュエーション。ここは置きに行かないことですね。しっかり腕を振り振ることです。同点です。この回一挙6点、愛媛の済美、今日2安打。松吉、いい当たり、レフトが前に来てしまった。下がる、下がる、見送って入った。逆転のスリーランホームラン。松吉今日3安打、しかも逆転のスリーランホームラン。この回一挙8点、愛媛の済美、とうとう星稜も追い越しました。最後はスリーランホームランで逆転、まあ、序盤から中盤は完全に星稜のペースでした。しかし山口直哉が粘りのピッチング、粘る中で8回に一気8点、そして打球デッドボール、ピッチャーの投球を足に受けたこのマウンド上の山口直哉、もちろん痛みもあると思うんですが、まあ、ここはね、あの気力を振り絞ってね、山口君も投げると思います。はい、3番の内山出ることができるか。いい当たり出ました。あっと、内山の足を引きずっている。今日守備の時に足を痛そうにした場面がありましたが、そのあたりの影響があるんでしょうか。ちょっと突っ張ったっていうんですね。まあ、今大会ねこういったケースね非常に多いですよね。はい、まあ、それにしても追い込まれてからこのピッチング、今水分を佐藤が持っていきました。まあ、ちょうどね、後半でね、下半身が疲れてくるっていうところなのでね。さあ、そして今日3安打の南保、その前にランナーを置きました。強い当たり、1、2塁間に内山は2塁でストップ。かなり足、ね、かなり引きずってますよね。今日これで南保は4安打。ただ何度もお伝えしていますが、愛媛の済美は山口直哉を1人で投げてきました。そしてここで1年生の内山に代わって13番の笹井が代走です。ヒットを打った、そして今日いい守備もあった内山に拍手が送られます。やはり1年生まだまだ体力というのは一度もあると思いますが、よく頑張りましたよね。さあこれでつながって同点のランナーも出た石川の星稜。強い当たりが抜ける、右ランナーは回す回す、1点差、9対8、粘る星稜。さあランナー2人を置いて7番の生塚、打撃好調、今日は2安打。さあこの生塚としては意識はどういうボール意識置いてきますか。やはりゾーンを高くしてですね、浮いた球は積極的に打ちに行く場面ですね。外野陣はレフトが少し前か、低め打っていた、レフトの前にどうだ、面白いところ、なんとかしてあげたいという気持ちだと、ね、誰よりも強いと思いますよ。2年生の足谷、強い当たり、
かに左アウトローだ。アウトローしっかり指示して投げることですね。チェンジアップ強さに右中間広く空いていた。やめやめやめ明日には二塁ストップ。さよならのチャンス4番の池内今日は連戦のタイムリーが1本あります。ここでバントの構えこの池内を歩かせる。そうですね、を組んで、まあ、バントが想定されますよね、はい、その方が、まあまあ、守りやすい状況にはなりますかね。その後も、まあ、埋めるということを考えるのもあると思いますが、ここはまず歩かせます。もう1点勝負なんですね、はい、1点が入れば試合は終わります。5番の伊藤は小技は得意、バントは得意としています。もちろん星稜の外野陣は極端な前進守備、バックホーム体制送ります。いいバントになった。そして6番のピッチャー山口直也、そして1塁は空いている状況です。ここはね、1塁もね、敬遠を視野に入れた、はい、ここは完全に立ちます。ただ山口君も、はい、ね、打てる球があったら外野まで打てる球があったら打ってもいいと思いますよ。歩いてワンアウト満塁12回の裏。ただここはね、スクイズも想定される場面なんですが、はい、こういった場面でね、代打が出てくるってことはやっぱりね、徳永君のバッティングにね、期待してのことだと思うんでね。初打席打っていく。延長12回、見た際どい。さあキャッチャーインコース止めた。スリーボールワンストライク。少めいっぱい入っています。三振。インコースで勝負。武田君はね、要注意ですよ。左バッターですが、しっかり踏み込んで打てるタイプだと思うんで、外寄りの球ね、要注意ですね。1球目見ました。今やや高めだったと思います。ちょっと危ない球でしたがね、当たらないことですね。エースの奥川が今日は先発マウンド、そこからピッチャーをつないできた石川の星稜。まず外寄りの配球になると思うんですね、ここはね。ただこの武田もじっくりとボールは見ています。武田君が勝負かけるんだったらこの次の球だと思います。一塁ランナーはこのスリーボールワンストライク。また同じ場面が来た。ああ、同じ気持ち、さっきと一緒ですね。真ん中目がけてしっかり腕を振るだけですね。取ります。さあ次の球勝負。入っている。三振。寺澤絶対絶命のピンチ切り抜けた。さあ大会の規定でこの延長13回からはタイブレークに入ります。さあランナーを2人置いた状態、ノーアウトランナーは1塁2塁、2塁ランナーは山瀬、1塁ランナーは山本で打順1番の庄司。大谷さんはここは打たせていってもいいという話、いいと思いますね。さあここどうするか楽しみです、低めランナーは進塁します。ワンアウトランナーが2塁3塁。2番の河合は今日はタイムリーがあります。2本のヒット。さあ石川の星稜としてはここで何としても勝ち越したい回です。13回の表、河合君は先ほどスライダーでね、はい、やられてるんで、その球張ってるんじゃないでしょうかね。内野は前前進守備。バットの先、面白いところ、セーフ。勝ち越し10対9。いやここは微妙な当たりでしたが勝ち越し。記録はフィルダースチョイス。まずランナーのスタートどうでしたか。もういいと思いますね。ただね、送球がねワンバウンドになった分だけ手が早かったですよね。そうですか。さあなおもワンアウトランナーが一塁三塁。愛媛の済美はここでも前に来ました。ですからこの三塁ランナーは絶対に許したくない。スクイズ。スクイズ成功。2
点勝ち越し石川の星稜。これ低めの難しいボールでしたね。よくやりましたね。バーストが上手い佐々木君よくやりました。4番の南北今日4安打。あっとキャッチャーがそらす。二塁ランナーは三塁止まります。記録はワイルドピッチ。詰まった、詰まらせた、少し不規則な回転、打ち取りました、スリーアウト。今日4安打の難保を打ち取りました。さあ2点が入って11対9。この裏愛媛の済美、ラストバッターの正義からというところ。ですから二塁ランナーは徳永、一塁ランナーが武田ということで、小林さん、ここも難しいですね。そうですね、ヒット出る、あの、ね、当たっているいないにかかわらず、はい、あの2点も、ね、あの取り返す、あのあの環境を作り出さなくてはいけませんから、はい、今日はスリーランもあった正義、送ります、セーフティー気味、いいバントになった、正義はセーフ、ノーアウト満塁、記録はヒット。そして1番に戻ります。ここはもう矢野君はヒッティングですよね、はい、まだこの左バッターの矢野に対しては打ちはないですね。そうですね、まあ、ただこのケースなかなかね放りづらいと思うんです。これもスライダーいい当たり、大きな当たりはポール際、入った逆転サヨナラ、満塁ホームラン、劇的な幕切れ。逆転サヨナラ満塁ホームラン、13対11。やれない結末、星稜の選手たちはまだ呆然とした表情。放送席、済美高校の中谷監督です。延長13回、この戦った今の気持ちいかがでしょうか。そうですね、あの苦しい試合になるとは想像してたんですけれども、あのこんな試合になるとはあのびっくりしてます。タイブレーク、矢野選手の打球どんな風に見ていましたか。そうですね、あのちょっとファールかなと思ったんですけれども、まあ、風もあってですね、こうボールを巻くようなこう形で入ったかなと思います、はい、今日はいろんな場面で選手たちの素晴らしいプレーがありました。試合のポイントどこと考えてますか。どこですかね。もう全てがこうポイントというかですね、もうなんかこう、とにかくもう僕はもう最高最高ということぐらいしか言ってないんでですね、諦めずにですね、なんとかあの攻撃をしようということで、そうですね、どこがポイント、どこですかね。6点ビハインドの状況、ベンチではどんな風に戦ってたんでしょうか。そうですね、諦めずにですね、とにかく1点、とにかく1点ということで、なんとかこう辛抱強くランナーを貯めて、そこで、攻撃をしようということで、話はしてたんですけれども、うまくつながってよかったと思います、まあ、その中、先発の山口尚弥投手が180キロ級を超える投球を見せました。そうですね、スタミナはある選手なんですけれども、やはりこの暑さということもあってですね、中盤ちょっと球威が落ちたところはあるんですけれども、それからまた持ち直してですね、気力で投げてくれたと思います。
途中少し右足を気にする様子もありました。そうですね、デッドボールが当たったりとかっていうのもあったんで、まあ、それとちょっと、まあ、水分も取りながらですね、少し心配してたんですけれども、最後までよく投げてくれたと思います。この試合を勝った、この大きさどう考えてますか。そうですね、粘り強く、試合をしようということで、そういう中で勝ちをつかめたので、またこの勝ちがですね、次につながるようにしっかり準備して戦いたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。続きまして、勝った愛媛済美高校13回逆転サヨナラ満塁ホームランの矢野光一郎選手の談話、小井アナウンサーです。延長になったので今はほっとしています。感触は正直ありません。でも入ってよかったです。今も頭が真っ白で何も考えられません。ピッチャー山口尚弥が抑えてくれていたので何とかしたかった。打ててほっとしていますということで、何度もほっとしているという言葉が飛び出しました。敗れた星稜高校の林監督の談話は小野アナウンサーです。紙一重のゲームでした。全部出し切りました。勝ちたかったですけどというふうに話し始めました。選手たちはよく頑張ってくれた。12回の裏のピンチは寺澤が頑張ってくれて、流れはこっちに来ていると思っていた。9回までの継投はプラン通りだったが、ピッチャーの竹谷投手は実は足がつっていたということですね。その投球の中に変えるのが少し遅くなってしまいましたというふうに試合を振り返っています。星稜高校キャプテン竹谷選手の談話は三輪アナウンサーです。悔しいですという一言から始まりました。自分が守っていたライトに上がった最後の打球、何も思い浮かばずよくわからなかった。済美高校の選手たちがダイヤモンドを回っていて、ようやく負けたことが分かりましたと話していました。一時大きくリードをしていた中で、チームにどこか甘い気持ちがあったのかもしれない。ただ逆転されてもその後追いついて延長に入りました。底力は見せられたかなと思いますと今も一言一言話しています。インタビューと談話は以上です。